中型のトラバサミ、閉じた状態メディアを再生する1860年のギュスターブ・クールベによる絵画罠にかかったキツネトラバサミとは狩猟に使う罠の一つである。日本国外ではベアートラップやレックホールドトラップと呼ばれることもある。日本では漢字でトラバサミと記されることもある。罠の中央の板に獲物の足が乗ると、 バネ仕掛けによりその上で二つの半円内指紋型の金属板が合わさり足を強く挟み込む。罠にかかった動物に長時間にわたる苦痛を与えること、密漁者が仕掛けた罠に鳥や人間がかかる事故が発生することなどから使用に対する批判がある。かつてはより強く足に食い込み脱出を困難にするため足を挟む板に虚子状の刃がついているものや 中太陽型重要のトラバサミでは人間が誤って踏むと足の骨を粉砕するほどの威力を持つものもあった。以上のような問題から日本では原則的に使用禁止となっている。日本では鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の改正により平成19年4月16日から狩猟でのトラバサミの使用は環境大臣が禁止する両方とされた。 例外的に学術研究の目的、鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系にかかる被害の防止の目的、特定鳥獣の数の調整の目的その他、環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等、または鳥類の卵の採取等をしようとするものが、この両方を用いるため環境大臣の捕獲許可を受けた時に限って使用できる。また、トラバサミは、 人の生命または体に重大な危害を及ぼす恐れがある罠を使用する危険療法にも該当するため上記の学術研究の目的等によって捕獲する場合にも環境大臣の危険療法の許可も必要となる。なお、日本では常実の法律改正により、狩猟におけるトラバサミの使用は全面禁止された。ホームセンターなどでの販売も規制され、 有害鳥獣捕獲の場合に限り、行政の許可を得た上で罠に標識をつけたもののみ強化されている。また、購入や使用に際し、捕獲許可証もしくは狩猟者登録証の取得と提示が必須となった。ただし、農業者が自らの事業の範囲で行う、モグラ類、農業者以外でもネズミ類の捕獲については、この規制は適用されない。日本以外でも、 ドイツやスイスなどで使用が全面禁止されている。しかし、カナダやロシア、アメリカ、オーストラリア、あるいはその他の発展途上国などの大規模な比較産業が存在する国では、毛皮生産のための主力罠料具としてトラバサミが用いられ続けている。また、EU は原則としてトラバサミの使用を禁じているが、オーストリアにおいては、 制限付きで使用が認められるなど、加盟国内の規制状況は必ずしも一律ではない。第一次世界大戦の際には敵軍の一斉突撃を防御する目的で落とし穴と同時に多数のトラバサミが用いられた。これらの罠により多くの兵士が足に障害を伴う負傷をしたと言われる。トラバサミ。 トラバサミの意味国語辞書偶辞書穴の規制が強化されました。環境省鳥獣保護管理研究会、鳥獣保護法の解説改定4版体制出版社2008年156ページ。ありがとうございます。